こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、バイデン大統領のせいでアメリカ女子スポーツ界終了のお知らせ。アメリカのバイデン大統領がやらかしたみたいよ。何かっていうとね、なんか性的指向による差別禁止を求める大統領に署名をしたらしいっちゃんね。まあ、これはね、まあ今結構日本でもそうやけど、トランスジェンダーとか LGBT の件あるやん。まあ日本でもあのファミマのお母さん食堂とかでね、女性差別だとか言ってなんか声上げてるっちゃけど、そういうのを大統領が認めたみたいなねことになって、めっちゃアメリカでね物議を醸してるらしいという。なんで物議かっていうと、この政策がね、性的指向による差別禁止を訴えるもので、子どもたちはトイレ、更衣室、学校のスポーツへのアクセスを性的指向により拒否されていることなく勉学に励むべきというもの。まあ、要するに、まあ、女の子でも自分は男ですとか、男やけど自分は女ですと言えば女子更衣室にもトイレにも入れる、まあ、そういうことを、まあ、承認するような署名やね。バリやばくない？だってこれでね、犯罪増える可能性あるやん。男が自分は女ですと言ってトイレに入ってほにゃららみたいなね、そんなことだって起きると思うし、何が危惧されてるかって、このスポーツへのアクセスも含まれてるっていうことで、あのスポーツの大会とか女子のスポーツ大会にもっと男性の人が参加してもいいっていうことになってるっちゃんね、これ。なんで女子スポーツにめっちゃごっつい人が混ざってる。パワーもあるしね、スピードもあるやろ、男性やけん筋力が違うけんね。まあそんなのが普通に出場するのが許されるっていうことになると。でこのね、とんでもないのに署名したバイデン、まあ、それによってアメリカではね、バイデン大統領のせいで女性は怪我や傷害のリスクを抱えて生物学的な男性と競い合わなければならなくなった、これは女性支持などと呼ばないでほしい、そうではない、破壊的で悪意のあるものと批判の声が出てたり、他にもね、バイデン大統領が一方的に女子スポーツを骨抜きに破壊したと言ってるっちゃんね。めちゃくちゃやんこれ。バイデンなんかを大統領にしたけんこんななるとよね。まあいくら多くの人もね、あの選挙おかしいって分かっとったけど、声を上げんかった結末が今と思うよ。トランプの署名だってどんどん覆してるやん。中国寄りな署名もしてるしね。やっぱりアメリカ崩壊に向かっている模様。ねえ、でもこれ日本も人事じゃないよ。だってその日本にもそういう LGBT を訴える声があるやん。この声がもしもとんでもなくでかくなったら、日本だって同じことが起きると思っちゃんね。人事じゃないよ、日本の皆さん。ミルキー星人から警告しときます。とにかくね、このバイデン、今後もとんでもない署名どんどんしていくと思うけど、っていうか
分かってて署名しようとかだね、この人。めっちゃ年取ってるし、ボケてる疑惑もあるけんね。まあとにかくアメリカ国民かわいそうやけど、まあ自業自得やけんね、ちょっと受け止め、もし問題があるなら抗議するしかないよね。しかしアメリカ悲惨なことなったね。ご愁傷様としか言えんばい。ねえ。ではご視聴ありがとうございました。それでは。